隙間時間の中で完結する作業っていうのを見つけることが大事。科目を集中させることですね。もう怖い。部活やめようかどうか悩む方は、何もしてない人よりは部活やってる人の方がやっぱ結構頑張ることが多いからね。勉強って最終的には歯磨きするレベルで。そうだよ、始まりました。武田塾言おうとしましたね。武田って覚えてる。じゃあ、テイク続きます。そうだよ、始まりました。武田さんです。今のも使っちゃおうかな。はい、今回は中森先生においでいただきました。はい、なるほど。はい、今回はですね、はい、まあこれから、まあ、新受験生に高校入っていると思うんですけど、はい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 、部活動とかあって、うんうんうん、勉強ってどうやってやったらいいんだっていうですね。なるほど。時間がないっていう人多いと思うんですけど、はい、まあ、これ結構悩むので多いのが、まあ、なんか隙間時間有効に使えないっていうことと、なんか部活やめて勉強に集中した方がいいんじゃないかみたいな、これ悩む子多いかなと思うんで、まあそれぞれいきますけど、まずその隙間時間の話ですね。はい、要は勉強時間って結構その高校1年生とか2年生武田塾の子で相談来る時も、何時間できるのって話聞くと、まあ、2時間とか、まあ、3時間とか、はい、あの1年生2年生ぐらいだと、まあ、そのぐらい子が多いんですよね。でもよく聞いてみると、なんか3時間なら3時間がっつりこう取れるわけじゃなくて、はいはい、ちょっとした休み時間とかで10分とか15分とかそういうのを継ぎはぎでくっつけると、まあ、2、3時間ぐらいになるかな、土日だったらもうちょっとできるかなぐらいの子が多いんですよね。なるほど、なるほど。それだとやっぱそのうまく時間使えないと、やってる作業途中で中断して、うん、また次の隙間時間でまた最初からやり直してみたいな、はいはいはい、ずっと進まないみたいなことよくありますよね。なるほど、そうですね。そういう人多いですね。はい、多いですよね。でそういった人にどうアドバイスするんですか。まず隙間時間の中で完結する作業っていうのを見つけることが大事って話をしますね。例えば武田塾って英単語の宿題なんかだと1日100個覚えてねみたいな話が出るんですけど、はい、100個の大体その目安って、まあ、60分から90分ぐらいなんですよ、覚えるのにかかる時間が。そうなると例えば隙間時間がじゃあ15分とか、まあ、20分ぐらいの、まあ、休み時間とかの勉強時間があるよってなったら、そこでできるのって、まあ、10個とか20個ぐらいかなって思うんですよね。うん、だからその数をその時間で覚え切ってねっていう、うん、毎回の時間で必ずそれを覚え切るっていう作業をやって、で例えば家に帰って1時間なりその時間取れるようになったら、まあ、総復習みたいな感じで、うん、そこで改めて覚え直ししてねっていう感じの話をして、そういうふうに効果的に使う、そうですよね。だから例えば数学なんかでよくありがちなのが、解いてる途中で休み時間が終わっちゃうみたいな。ああ、そうですね。だからそうじゃなくて、やっぱその1問なら1問しかできなくてもいいから、その時間でちゃんと完結しきって、やり方分かった、自分の解けるようになった、終了ってところまでやって、それがその隙間時間の間で終わらないなら、うん、他のことをその時間でやってがっつり時間が取れるときに数学はやった方がいいんじゃないみたいな。なるほど、はい、うん、そうですね。確かに英語長文とかもやりづらいですね。そうなんですよ。あとはその隙間時間が取れる場所にもよると思うんですよ。ああ、なるほど、確かに。例えば電車の中とかなのか、なんか机に向かえる時間なのかとか、電車の中で数学の問題はなかなか解けないでしょっていう。そうですね。解説読むだけなら私も。でも単語なら正直どこでもできるじゃないですか。だから隙間時間の中でも、この時間にはこれやって、この時間にはこれやってっていうのを決めて、一日のサイクルをうまく作るのが大事なんじゃないかなとは思います、ね。そうですね。なるほど、なるほど。まあ、確かに場所も重要ですもんね。僕の知り合いにね、細井先生っていうぶっ飛んだ方がいらっしゃるんですけど、はい、彼は満員電車の中で前にいる親父の背中を使ってくれてた。メンタル強いな。すごい、よく怒られなかったです。すごいですね、はい、まあ、そういうの普通できませんからね、はい、時と場所。そうなんですよね。はい、だから、まあ、でそれができるようになってくると、隙間時間の中で完結する作業をうまくこう回せるようになっていくと、成果が毎回こう隙間時間ごとに得られるようになってくるんですよね、うんうんうん、だからその達成感やすいっていうのがあるんですよ。でこれがうまくできないと、要は毎回やり直しになるわけですよ、はいはいはい、乗ってきたところで終わるみたいな。うん、エンジンかかるのってやっぱ始めたてはちょっとかかるじゃないですか。そうですね。それがよしよいけると思ったら、キンコンカンコンみたいな、あーみたいな感じになるんで、やっぱその作業の完結までをそのワンセットと見て、その作業を一回ちゃんと組んでみるってことが大事ですね。はい、なるほど、これはいいこと聞いたんで、本当そうですもんね、乗ってきたみたいにね、はい、ありますからね。で、あとはその科目を集中させることですね。この要するに、まあ、やって英語
語と数学だけかなと、うん、まあどっちかでもいいかなっていう、文系なら英語重視、理系なら数学重視で、まあ英語数学やるぐらいで、他の科目は正直受験学年になってからでも全然間に合うし、仮にこう点つけるにしても英数がある程度目処が立ってからでいいんじゃないかなっていうところですね。なるほど、まずはやっぱり英語数学、はい、例外は日本語がやばいレベルで現代文ができない場合、ああはい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 、要するに文章解説とか読んでも日本語わからんとか言われちゃうと、うんうんうん、それはさすがにちょっと現代文一旦鍛えないといけないからねって話があり得るんで、まあありますね本当にそういうのって、はい、言葉知らなさすぎてちょっと読んでも意味わかんないっすってなっちゃうと、まあ、まずいんで、その場合は本当に小学生中学生向けの教材から現代文やった方がいいかなっていう、おで、もう一個がその部活やめようかどうか悩むパターンですね。はい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 、でただこれについては僕結構やめんなっていう派なんですよ。ほうほうほう、なんでかっていうと別に部活やめても勉強しないと思うからですね。おなっていうのはこの相談してくる子ってそもそも部活があって勉強をできないですって子が多いんですけど、でも本当にやめてもいい子って部活があっても限界ギリギリまでやってて、それ以上に勉強したい子だったら別にやめてもいいと思うんですよ。だけどやってない子が部活やめたらどうなるかっていうとやんないですよね。フリータイムになるんですよその時間で結局、はい、だから手を尽くす順番としては今ある時間の中で部活やりつつ、まあ、ちょっと眠くなっちゃうとかはあってもしょうがないと思うんだけど、でもちょっと30分でもいいからやるとかっていう時間があって、毎日こう時間を切り詰めて勉強してるんだと、だけどどうしても自分が行きたい志望校に行くにはもっと勉強がしたい、だから部活をどうしても続けるのは難しいっていうところまで悩んだ末の決断なら全然いいとは思うんですけど、うんね、でも部活やめて遊び時間になった人の方がなんか部活やってる人よりも受かる可能性低いんじゃないかなって我々は思ってるんですね。割と部活引退までやった人って受験強いんですよね。ああ言われますねそれ、はい、やっぱ精神耐久力がついてるというか純粋に体力もついてるし集中力もついてるから、やっぱその何もしてない人よりは部活やってる人の方がやっぱ結構頑張ることが多いかな、うんうん、そうですね、終わってからこう最後にゴーンとね、そうなんですよ、上がる人いますもんね、はい、だから勉強時間に本当に部活やめた瞬間に切り替えられるなら選択肢としてはもちろんありなんだけど、大半の場合は遊び時間とかになっちゃうから、うん、今の時点で勉強を全力尽くしてやった上でさらに時間欲しいってならありじゃないっていうぐらいですね。中森先生はどうだったんですか？僕はもう現役時代とか一切やってなかったんで。ああ、そうだったんですね。はい。飛行集でワールドカップ見たりとか。やってたんで、飛行集行かないでワールドカップ見たり。もう正直、自分に甘いっていう感覚ってすごいわかるんですよ。めっちゃシンパシー感じるんですよ。やっぱそんななかなかストイックにやれないし、でもそれってなんでかなって考えたときに、やっぱり習慣になってないからっていうのが大きいかなとは思う、うん、そうですね、やっぱ習慣ですよね。そうなんですよ、やっぱやる気とかって毎日やってる人が出しやすいし、はい、慣れてるとサボるとなんか気分悪いというか罪悪感あるじゃないですか。大体その勉強の習慣ついてない人ってやんなかったときに、ああ俺ダメだなって思って反省した感出して終わるんですよ、うんなるほど、そうなんですよ、なんかね反省なりするんですよやってない人って俺ダメだな明日から頑張ろうっつって、うん、だからすごいなんかその時だけすごい計画立てるんですよ、うん、1日今から12時間勉強してやろうみたいな、もう30分すらできてないのに、うん、そういうこと言い出して大体できないじゃないですか。で俺ってダメだなって言ってもうそれ12時間守れなかった時点でゼロになるんですよ。そういうことをやっぱ繰り返す人がすごく多いかなと思うんで、多いですね、そうだね、はい、途中でああもうやっぱダメだって言ってバーンってなっちゃう人いますよね本当に。だからまずやれるところからやって自信つけてって、うん、習慣にしていってで徐々に限界引き伸ばしてって気づいたら12時間できるようになってるっていうのが理想ですね、うん、本当習慣は大事ですからね、はい、めちゃくちゃ大事です。やっぱり自分もその習慣ができてからですね、はい、ゴンと伸びたのは。どんなものでもやっぱ習慣ってすごい大事だとは思っていて、それこそ勉強って最終的にはなんか歯磨きするレベルでとかするじゃないですか、はいはいはい、でも歯磨き俺しないんだけどとか言う人もいるそこそうなんですよ。でも結局その習慣になってなかったら例えば歯磨きとかお風呂だってふたすら入らないとかって人もいるかもしれないし、だから勉強なんかそれに言ったらもっとやんない可能性高いわけですよ。だって命とか生活に直結しないからって話で、だからやっぱその習慣化するって結構難しいとは思うんですよね、うん、まあやっぱ習慣化するためには始めることが大事ですからね。だから移動時間とか強制的にどうしてもそこの時間が発生するようなところからまずやっていって、うん、でそこでやるのを当たり前にしていくっていうところから始めていくといいんじゃないかなって。そうですね、なんか別の作業とくっつけると習慣化しやすいなっていうのよく言われたりしますもんね、はい
はい、なるほど、ぜひじゃあこういうふうに隙間時間を利用して、はい、部活やってる子もこれを参考にしてですねやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、今回は中村先生おいでいただきました。ありがとうございました。